レスモーク新特給食魔剣士ピザロガチャ100連射日引いていくやつ。はい、ということでおはようございます。チーム手巻き TV です。いや、昨日までジュリアンテガチャ引いてたんで、全然気持ちがリセットされてない。前回のガチャをね、引きずったまま今回になってしまいましたが、ジュリアンテガチャ、ぐーん、ぴょっみたいなね、ぎゅんぴょっみたいなね、ガチャだったんで、この上昇曲線を引き継ぐのは今日しかないやろうということでやっていきたいと思います。3.5 周年記念ウォークフェス開催さあ、魔剣士の片手剣、メタルギリ分回し、魔王演算、敵一体に威力 260% のメラ属性斬撃を与える。デスピサラへのダメージ 3%、ハテナハテナ系のダメージ 3%。突で演算がふん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 と。まあ、そこそこの火力にはなるようになっている、メラ武器という感じなんですね。それにしても、配布メラ多いな。メラブレードと被るで。はい、というような感じですね。ということで、まあ、いろいろお知らせ来てるんですが、その前にですね、ということでいきなりですがグラマス行きました。ありがとうございます。いやー、この1週間いつもね苦しいんですけど、今回は比較的ずーっとグラマス隊を維持できたんで、余裕がねある程度いつもよりあったんでね、いつもより睡眠時間も取れたしね、超楽しかったです。こんな楽しい思いしちゃったらまた次回頑張るしかないやろっていう感じなんで、次回またねギガンテス集め、そしてもしかしたら来週のカジノシーズン2の景品にデスピサロとか来たらまた頑張りたいと思います。ということで予定感だけ確認してガチャを引いていきましょう。ということで3月10日金曜日からジェムを1500個もらおう、福引補助券をもらおう、魔剣士の片手券をもらおう、そして目指せ特級職レベルアップ超応援キャンペーン、さらに記念大王スライム、メガモンスター復刻、ネルゲル竜王バリゲン。うわ、俺ネルゲルもうちょっと欲しかったんだよね。これ嬉しい。そして 3.5 周年記念イベント、彼方より来たる魔剣、新的強敵モンスター月夜の章、ほこら、新たに始まる。そして特級職、魔剣士。すげえな、多すぎだな。はいはいはい。その他、魔剣士の片手剣を入手できるフェス交換所があります。装備、心、真珠、仲間モンスター、所持数のベースアップ&最大所持拡大。これ嬉しいですね。そして来週から、魔王覚醒に新たなモンスター追加。まあ、覚醒デスピサロですよね。3.5 周年記念イベント第2章。そして新たな強敵モンスター。なんだろうね、この天道獅子みたいなね、形ね。そして新たな覚醒戦利口。これは、何でしたっけ、悪魔の騎士でしたっけね。そしてカジノシーズン 2! あー、盛りだくさん。あー、盛りだくさんでございます。ということで、今日はね、また、この動画の他に特級職の動画を出したり、夜おそらく20時か21時ぐらいから生放送で初日のイベントを皆さんと情報共有したいと思いますんで、そちらもよろしくお願いいたします。ということで魔剣士初の両手剣実装ですね。ということでこの武器両手剣になりますので、得意武器として扱えるのは、書いてあるね、両手持ちができるのは両手剣が得意武器の職業だけです。現時点で両手剣が得意武器なのは魔剣士のみとなります。だそうです。なかなかちょっと、こんな制限しちゃって売り上げ上がるのかなっていうぐらいですけど、まあこのかっこよさ、欲しいですね。はい、ということで、メインスキル、全体 420% ギラ斬撃、メタル系ならプラス32ダメージ、めちゃめちゃ強いでしょうと。そして、魔王暗黒剣、敵一体に 410% ドルマ斬撃ダメージを与え、暗黒カウントを開始。カウントはターン経過で減少し、カウント終了時に威力が 580% に変化すると。こっちがサブスキルですね。で、長期アイタメが優秀なんですよね。こちら、一ターン長期アイタメ使うと次のターンの火力が 2.25 倍になるんですけど、まあ、この長期アイタメとこのメインスキルである煉獄魔演算が相性悪いってことは分かっておくべきですよね。全体スキルだと気合試した後のこのダメージ 2.25 倍って一番左側のモンスターにしか入んないんだね。まあ、そう考えると、なんかこの超気合試はメインスキルが単体武器に来るべきであろうというところもあるんですけど、まあ、なんかちょっとちぐはぐさを感じます。けど、まあ全体武器はね、基本的に強いんで、まあ狙ってね、損はないと思います。いきなりスキル魔族の王、戦闘開始時に稀に味方全体を優先して行動させ、敵に悪魔系が含まれているなら味方全体を優先して行動させるということで、
メタルキングの剣の悪魔バージョンですね。まあ、今度来る千里校ですとか、まあ、13章のですね、こんな感じで、こんな感じで魅了してくる、あいつ対策になっているということでしょう。はい。ということで、ガチャ早速行きたいと思います。本当にね、モングラで一週間忙しかった後ね、また忙しくて、なんだよなーってなると思ったら、もうこの3分間ぐらいでね、気持ちリセットされたね。はい。また頑張っていきましょう。ということで、今回は星5装備1枠確定がありますね。優勝ジェム1000。ちょっとお得になってるこれ。さあ、装備品の詳細見ていきましょう。足払い長期合いため魔王暗黒剣、煉獄魔炎山ですね。で、悪魔系のダメージ 5%、物質系のダメージ 5% に、ギラ属性斬撃耐久が 3%。これが両って書いてあるから、これ両手持ちした場合ですね。さらにスキルの斬撃ダメージ 3%。まあ、なので、ここで両手持ちをしたら 6% つけられると。いうことで、まあ、盾でさ、結構属性火力って 5% とか漏れたりしたんで、それがなくなっちゃう分、しっかりとね、漏れますよと。全然盾装備した方が火力出るじゃんってことにはしませんよということですね。で、上の攻撃力表示を見ると、もともと232、プラス115ということで、1.5 倍ぐらいになるそうです。さあ、さらに1突、2突、3突、4突で斬撃耐久が 7%。さあ、そして気になるのは防具の性能ですよ。どうなる？物質系の耐性、ゾンビ系の耐性はとりあえずいいとして、メインどころを見ていきましょう。さあ、魔剣士が装備した時、スキルの斬撃ダメージが 4%。晴れの時、ギラ属性の斬撃耐久が 3%。さらに何でもギラ属性斬撃耐久が 8% ということで 15%。まあ、なかなかのレベルですね。まあ、今風で、まあ、特に新しい驚きはなかったかな。両手持ちの時にさらに強くなるとかあったら面白いと思ったんだけど、意外と普通に収まってますね。その他物質系の耐性、素早さ、悪魔系の耐性、戦闘終了時に MP を2回復する。まあこれもまあまあ嬉しいですね。仮武器として使えそうですからね、ギラ全体は。おそらく千里校を中心に。なるほど、防具にも新しい驚きはないっていう感じですね。はい。まあただですね。まあ、ただ、こんなもんね、この見た目の良さにね、まあ、もちろん最強レベルの、ギラ斬撃耐久のアップ幅、まあ、さらに MP もね、防具全部揃えると6、戦闘終了時に回復できるということを考えるとですね、これ全然使い勝手いいですよね。まあ、さらに、何気にこの魔剣士のスキル斬撃ダメージ 4%、これ全ての属性ダメージ 4% 伸ばせますので、まあ、無属性のですね、何でしたっけ、草薙の剣の地走る装甲でしたっけ。まあ、ああいうの使う時にも全然 MP 的にも火力的にも使っていける。意外と万能な感じに仕上がってるというような感じです。さあ、それじゃあね、初日からいろいろレベリングと、進めていきますよ。景気よくお願いします。武器一本お願いします。頼むぞ。ジュリアンテ装備あんなに出なかったんだから、こっちに関しては速攻出そう。100連で武器出しましょう。頼みますよ。 3.5 周年前にしゃがませてもらった分、手巻きは高く飛ぶ。何これ。はい、グレンのティアラですね、今回のセット商品。いやー、プサロ装備にさ、このジュリアンテ装備にさ、セラフィー装備、コスプレ装備だとほんと全身集めたくなっちゃうよね。うまいやり方やで、これ。さあ、どうなる？星5一枠確定、ドン！降りたい、降りたい。もうすぐ降りたい、すぐ降りたい。すぐ降って次行きたい、もう。ということで。あと1回。あ、1回目が優勝ジェム1000個で、2回目が2000個なの？やってますね。梅さんやってますね。が、こっちで来い。じゃあこっちで来い。スラミチ、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 ダメ。やってんな。なんか 3.5 周年でこれ新たにまた試作を加えてきましたね。このまあガチャのあり方について少し変更が加えられている。うん、でも今度星5確定2回引かせんならピックアップ確定1回引かせろ。運要素強いねん。さあ、お願いします、お願いします。ピサロの剣、はい。3000ジェムがね、なくなりましたよ。お得だよという看板にね、引きずられてね、なくなりましたよ。さあ、そして第1弾って書いてあるな。第2弾もあんのか。まあ、このガチャはいいとして、
いきます。ピサロです。100連参ります。出るだろう。これは出るだろう。今いい流れだから。ここで出なきゃおかしいよ。ジュリアンテガチャ何だったのってなるよ。むしろこの 3.5 周年のためにね、体を温めてたまである。体温めるために24万ジェルも使うかよ。出せー。初日武器大事だぞ。特に魔剣士、レベリング。特にね、今日生放送でいろいろやっていきたいんで。なんで新武器使わないんですかって言われないように一本頼む。ギラ盾！お前ギラ盾だからって今回の装備じゃねえぞ、お前。今朝お前を12個ぐらい売ったばっかりだからな、お前。アイテム整理で。全然勘違いすんなよ、お前。ギラ属性ついてるからって今回両手持ちだからお前求められてねえかんな。さあ、弱い。さあ、弱い。一回戻ります。いや、かっこいいよ。なんか、でかいよね、本当に。いつもより剣のさ、刀身の部分がでかくて、マジでかっこいい。重量感半端ないよね。はぁ。両手剣お願いします。使い勝手見てみたい。火力どんくらい上がるのかね。よし !1 個目 !1 丁一刀両断はい来たー来たぞー嬉しいぞー初日武器セットはやったりやっぱり嬉しいぞーい両手剣使わせていただきます。はぁ。グラマス取って、武器出して、新イベント、ウォーカー冥利に尽きるわー。わかってますね。ヤングエさんわかってますね。うん。そうだね。ちゃんと無知の後飴あげないとね。テマちゃんは拗ねちゃうからね。うん。手巻きのね、可愛がり方がよくわかってますね。よし、さあ、あとは防具でもいいですよ。キュビキュビいける。いけるよ。でも最近ほんとスラミッチがさ、ないとさ、虹があっても全然ピックアップ出ない気がするんだけど。と言いつつも、インフェルノワンド、嬉しいですね。これも普通に嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ、60連目、ピックアップ確定。防具防具ピサロ装備は特段にかっこいいからね。さあ、熱いぞ。スラムチ来ちゃうんじゃないの？来ちゃうんじゃないの？来ないんかい。2個連続。ラスト2個が2個連続虹です。もう無知はええねん。もう無知はええねんで。武器1個ね。武器1個じゃ満足しないよ。ハマるときはとことんハマるんだから、当たるときはとことん当たらせてもらうで。メリハリ大事。お願いします！お願いします！よっしゃー！来たー！ついにこれで手巻きもイケメンピサロになる時が来る！そしてからのもう一個いっちゃう！こいほいしょー！いや、なんだお前。なんだお前、タクトか。毎回出んな、最近。増えたな、タクトが。さあ。もうなんかいいな、なんか変な感じ。もうなんか、ジュリアンテがずーっとダメだったから、変な感じなんかやっぱ、あ、普通に当たるとき当たるよねつって。そうだよねみたいな。こんくらい当たったよねみたいな。50% 以上で武器毎日取れるもんねみたいな。いい感じ。いい感じですけど、もうちょっとピックアップ欲しい。もうちょっと欲しい。もう十分引いてんだけどね。初日分としては。もうちょっと欲しいね。あ、虹ないか。武器いっぱい取っちゃうか。金いいよ。金いっぱいある。あ、ダメか。弱スラミチ。弱スラミチ。弱いんすからスラミチなし。虹、変われ。ない。金多いな。連続で金多いな。まあまあいいですよ。変にね、虹でね、SP 武器くれるんだったらね、もう全然。一点集中でいきましょう。ピックアップ確定。頭以外でお願いします。できれば武器。できれば武器。いけるよ。虹複数。来い！変換しろ！変換チャンス！クソだ！一個ですね。いやー、なんか良くもなく悪くもなくのスタートになりましたけど、3.5 周年、一緒に楽しんでいきましょう。まあ、なかなかね、じわじわスタートですね。はいはいはい、いいんじゃないですか。まあ、もうかなりね、今もうグラマス取ったばっかで高揚してるからね。もうこんくらいの武器が出たってだけでも幸せ感じちゃう。
まあこれもね、ジュリアンテ様に責められ続けたおかげで、些細な幸せが大きな幸せに感じるように調教されたね、運営の手の者のジュリアンテ様にうまい具合に調教された結果かもしれん。頭以外でお願いします。どうだ、来い。イエス。